皆さんどうも、T 島です。では今回もフライシェーン続き遊んでいきたいと思います。ということで、前回の続きですね。こちらこの先にある消える床、今回こちらの方ですかね。こっから始めて、できれば、ドミネーターですね、ボスのドミネーターを倒すところまで、いければなと思います。ただね、ここちょっと難しいんでね、なかなかにちょっと一筋縄ではね、いかないんですよね。それなので、できるだけ、そうですね、失敗しないように、行きたいんですけど、それがなかなかね、やろうと思ってもできないんですよね、これが。アスレチック自体は自分、すごい苦手なんですよね。ですけど、まだこれは、そこまで、すごい難しいっていう感じでもないので、もう消える、もう床ですかねと、そんなこと言ったら落ちましたけど、消える床ですかねの順番と、どの場所が消えて、どの場所が出てくるのかっていうのをね、ちょっと見ながら、把握しながらっていうんですかね、行くのが一番かなと思うんですけど、大体でも最初は左側の方ですかねにいれば、大丈夫かなと。で、こういうふうに出てきたかなと思っても、続けてこういうふうに消えていったりとかするので、それがね、結構難しいところでもあるんですよね。さて、ここら辺りから多分右側にいた方がいいのかな。ただ右側に行きたいんですけどね。いける、落ちましたね、また。多分さっきの状態で、なかなかね、これちょっと口で説明するの難しいんですよね。そのまま左にいても、いけないことはないのかもしれないですけどね。ちょっと慎重に行きましょうかね。さてと、これで多分次こっちで、次消えるのはここか。さあ次は、でもここら辺りから消える時に、なんか斜めにジャンプしてやれば、いけたいけた。ただ落ちた。そうなんですよね、ちょっと後ろが見えない分ね、ちょっと微妙に怖いんですよね。さて、これで全部戻ったかな。戻りましたね。ただ生き方的には、そうですね、何種類かはあるのかもしれないですね。必ずしも生き方が一通りっていうだけではないと思うんでね、二通り、三通りとなんかありそうな感じはしますけどね。自分大体ここら辺りぐらいから、右にいつも行くんですけど、今回ちょっと左側だけですかね。で、行ってみましょうかね。なんか行けそうな感じもするんですよね、さっきの感じだと。さあさあ行きましょう。気を取り直していきましょう。さっき結構ね、いいとこまで行ったような感じがするんですけどね。消える順番的には多分最初のうちは一緒なんですけど、途中から変わってくるんですよね。それなので、一概に両方とも同じような消え方というわけではないんですよね。ここら辺りぐらいかな。多分次ぐらいから、向こう2本ですけど、こっち1本だけなんでね、消え方が変わってくるっていう風な感じですね。で、ここから多分消え始めたら向こう側出てくるんでね、斜めにジャンプしてやれば、いけると。ただ、怖いのがこの後なんですよ。どこが消えてどこが出てきてっていう風な感じですかね。さあもうじきかな、もうじき多分いけるはずなんですよね。ただね、あんまり端の方とかですかね、角に行き過ぎるとこの逃げ場がなくなるんでね、まだ真ん中の方だと左右ですかね、頑張ればなんとか、
まあ、左右、まあ、逃げることができるんでいいですけど。よいしょ。お、いけたいけた。まあそうですね、大体まあ右左側ですかね。まあ8割ぐらいまあ左側で、まあまん、まあ7割ぐらいかな。で2割ぐらい真ん中で、まあ1割、まあ一番最後ですかね、まあ、まあこっちのまあ右側の方にまあいてもクリアできたと。で多分前の時までは半々ぐらいかな。うんで確かやってたと思うんですよね。それなんでまあまあクリアするやり方はまあ何種類かあるっていうことですね。さあさあこの先にあのレベルが上がりましたね。まあ中間地点ですかね。あのそれのまあこの階段ですかね、あったところのあの解除するまあスイッチがあるので、やばい、ダメージが入らない。オッケー、行きましょうかね。ただ MP がね37か。ちょっと先に解除だけしましょうかね。いった、オッケーオッケーオッケー。でこの上に確か次の第二の中ボスですかねがいるので、いやこれ中ボスだったかな、これを倒したら多分ラスボスに行けたんだったかな。やべ、敵が上がってきた。そうですね、まあ、とりあえずちょっと今の状態でまだあの回復薬とかですかね使うのはもったいないので、まあ敵のそうですねちょっとデータ収集でもしましょうかね。200か。あーでも結構7マスぐらい減らしましたね。痛い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 、止まってよ。25か、悩むな。多分あと一発ぐらいしたら多分なんかやられそうな感じなんですけど、まあ、向こうも倒せそうな感じなんですよね。今使って倒すべきか、それともいや、もうこのマジカルの射程距離を信じましょう。オッケーオッケー、いけたいけた。よし、これでそうですね多分ボスへの道が開かれましたね。いやちょっとでも最後悩みましたけどね、どうしようかなって。一回やられてまた戻ってこようか、それともまあ回復させて、うん、まあ戦おうか。でもまあこっちの HP もちょっとね微妙だったんで、42ですよね。で1回食らってたのが25とか食らってたんですよね、まあ、それなのでちょっと2発ぐらい食らったらアウトかなと思ってたんですけど、まあなんとかいけましたね。やっぱりこのマジカのこの射程距離もこれに助けられましたね。さあさあ行きましょうかね。そうですね、ちょっとまああのボス戦ですかね、まあ貴重な回復アイテムなので、まあそのままちょっと行って、まあ、どれくらいですかねの、まあ、力の差があるのか、まあ、はたまた、まあ、どれくらい、あ、そっか、ここ2回戦あるんですよ、そういえば。ドミネーターなので1回倒してもまた復活してくるんで、それもそうか、考えないといけないな。で周りに結構こういうふうなの敵が出てくるので、ドミネーターに当たってないな。194か。でも多分2回分なので回復 MP をちょっと多めに持っていった方がいいですね、これは。まあもちろんね、あの HP 回復ですかね多分。あーそっか、ないのか。80と70、これ2本だけでいけるかな。そうですね、ちょっとあの HP ですかね結構食らいそうなので、
一番多いやつですかねを3本持っていきましょうか。それでちょっとこれで行ってみましょうかね。ただね、中間はまあ解除してるんでいいんですけど、でまあ中ボスですかね、2人目も、まあ、2体目も倒したんでいいんですけど、うん、ドミネーターちょっと2回復活するんでね、今の状態、まあ、さっきもあの出てきてたんですけど、音も4人ぐらい連れてるんですよね。なのでまた、うん、まあ、スライムドリップの時ほどではないにしろ、多分、まあ、攻撃のターゲットが、まあ、お供の方に、まあ、行ったりドミネーターに行ったりっていう風な、まあ、移り変わりが、うん、多分あると思うんですよね。それだけちょっと気をつけながら、うん、ちょっと挑戦してみますかね。まあ一度そうですね、攻撃した感じでは、まあ、大体2回で1マスぐらいなのかなって思うんですよね。まあね、ただあの今持ってる、そうですね、そこのマジックボトル、まあ、トータルで150回復しますけど、んー、ちょっとまあそれでいけるかどうかですよね。150、まあトータルだったら360ですかね、今210あるんで、まあそうなってくると、まあ1回でいけるかどうかですね。まあもうやっぱり今もう MP の底上げするにはね、もうちょっとレベル上げですかね、しかもう方法がないので、まあレベル上げですかね、最悪もう少しですかね上げて、うん、でまあ威力ですかね、もう上げてっていう風な感じで、うん、やっていった方がいいのかもしれないですけど、まあでもまああのまだちょっとね挑戦してないので、ちょっと挑戦してみてから考えようかなと。まあただ2回戦あるんでね、今の、うん、そうですね、よくて多分70が80とかですかねが、まあ、最高なのであれば、それをそうですね4本ぐらいあの持ってくれば、まあまあまあいけるかなっていう風な感じはするんですけどね。ただ今もうこの2本しかないので、もう勝てるかどうかっていうよりも、もう MP がもう尽きるんじゃないかっていう、もう不安でしかないですね今。一筋縄ではまあいかないでしょうからね。さあさあ行きましょうかね。まあどの道ね、ちょっと何体かはあの倒していかないといけないので、あの入り口のとこですかね、6体7体ぐらいかなは出てくるので、そうか、あんまり飛びすぎても落下ダメージを食らうんですよね。さてさて、もう時期かな。で多分ドミネーターを倒すことによって、あのさっきの最後の拠点ですかね、まあ、あっこのあの牧師さんがまあ、解放されると思うので、そうすればまあそこで、まあ、能力を振り替えたらリスポーンになるのか、それともあの能力を振り替えるあのルームにまあ入ったら、まあリスポーン地点があそこになるのかっていうのがちょっとまだ分かってないんですよね。いつも大体もう入ったらもうそのまま能力振り分けてたので、でふと思ったのが、あ、そういえばここはもう入るだけでもリスポーン地点にまあなるのかなと、つい最近になってちょっと疑問に思ったので、ちょっとそれをまあ今回ですかね、倒すことができればね、ドミネーターをちょっと試してみようかなと。リスポーンですかね、設定できるのかどうか。うん、そうですね、もしレベル上げするのであれば、ここのまあモヒカンですかね、まあせめて最低でも2発、まあ、良ければね、あの1発ぐらいで倒せるぐらいまでちょっとレベル上げをした方がいいのかなと。まあ、この中に入ってくるとね、またあの1発で倒せない敵とかですかね、2発3発とかでも、まあ、多少ないともやっぱりダメージですかね、まあ、与える、まあ、量が変わってきたりする敵っていうのがね、ちょいちょい出てくるんでね。それなので、そうですね、まあモヒカンを、まあこの中のまあモヒカンも同じようにまあ2発ぐらいですかね、まあ、倒せるぐらいまで
ちょっと強くするぐらいがちょうど、まあ、レベル上げのいい目安かなと。まあさすがにねちょっとまあ3発だと厳しいんでね、まあ、このモヒカンですね、もうそのままちょっともうほっといていきましょうかね。でここまで来ればあとはもうボス戦と。いやーただでもまあ MP がちょっとね60ぐらいちょっと使っちゃったんで、まあそうですね、今使うよりもちょっと今の状態でもどこまでいけるか行ってみましょう。危ない危ない危ない、20とかではありますけど結構食らってるんでね。あーゲージ的には30か。あーでも一発でどんどん減ってはいますね。倒したってなって、ちょっと使いましょうかね。でこれ下に落ちてもちょっとやばいんでね、痛い、20か、結構食らうな。いけるかなこれ、結構厳しいですよこれ。もう攻撃あるのみですね。もうオッケー、いけた。あーぶね。まあここをクリアするととまあ、こちらですね、あの拠点が最後の拠点ですかね、あったところの、まあ、ガラスがパリンと割れると。いやーもうぶっちゃけ最後のちょっと敵の方見てなかったんですけど、まあ、1段階目でだいたい200とかですかね、確か与えてたと思うんですけど、1回与えて、まあ、あの体力ゲージが1個減ってたので、あれこれもしかしていけるかなと思ってそのままちょっとご了承してたんですよね。そしたらなんとか、まあ、まあ MP もまあ、持ってくれて、でまあ2段階目になった時は多分1発半か2発ぐらいで1つ減ってたと思うんですけど、まあ70と80のやつを使って、まあなんとか、まあ、78なので、まあもしかしたら80のやつは使わなくてもいけたかもしれないですけど、ちょっとギリギリぐらいだったんでね、もうそれよりかはやっぱり、あでもそうか、90ぐらい回復してて20減ってるんで、そうですね、使わないと多分ダメでしたね。さてさて、これでまあ OK かな。でそうですね、今の状態だとまだここはあのリスポーン地点になってないんですよね。でリスポーン地点今なってるのがこの海の、まあ、港ですかね、港の町なので、一度この能力を上げたい。まあ16ポイントありますけど、まあ大体いつもここで能力を上げて、まあこれでリスポーン地点っていう風になるんだろうと思ってたんですけど、まあそのままちょっと出ましょうかね。能力上げずに出た状態だと、まあ、ここがリスポーン地点になるのかどうか、まあ、ただ単にもう入ればもうそこでもうリスポーン地点としていけるのか。で真のラストダンジョン、果てに眠る虚無の世界、虚無世界、ここがもうこっから先はもうきついんですよ。また敵の数がもう尋常じゃない、もうこれでもかっていうぐらいあの行く手も阻まれるんで、もう数がねちょっと、でもまあ、あそれでも11か、3発ぐらいですね。で、まあ、弓兵は1発ですね。さてさて、まあ、いろんな種類の敵が出てくるんで、あこれも1発だな。ただあ1か。さあさあちょっと進んでいきましょうか。うん、ダメージ的にはそうですね、1とかぐらいですかね。た、そ
そうですね、まあ大体平均1ぐらいですね。まあ中にはちょっとまあ11とかですかね、このシルバーフィッシュとかですかね、まあたまにこういうふうに10とか食らわしてきますけど。さて、ただね、この先にもまた一気に敵がブワッと出てくるんですよ。こういうふうにブワッと、でここもまたもう一気に出てくるんで、まあ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 、もうここはもうパーティー会場かっていうぐらい出てくるんですよ、ね、ほんと。もう客人はなんかあの迎え入れる体制ではないですけどね、こんなもん。ちょっとまあできるだけ、まあ盾持ちがそうですね、あでも金盾持ちかな、一番ちょっとまだダメージ的に1回で倒せれないのは。多分2発とかぐらいですかね。で、まあまあ倒せてるかなっていうぐらいなので。うん、そうですね。まあレベル上げ、したとしても、でもまあ、ちょっとまあラストダンジョンですかね。あっちの方も行ってみましょうかね。どれくらいのダメージ、まあ食らうのか。あ、でもまあもう23しかないね。まあいっか。とりあえずちょっとデータ収集です。があれ攻撃してこないですね。まあこの先にはまだまだ強い敵がいるんでね。あ1か。まあまあこっちではそうですね、1ではありますけど、まあ敵に与えるダメージ、あ消えた。多分まあまた出てくると思うので、まあこれとかですよね。ああこれは10か。一気に結構なんか差がありますね。182発。あーでもこの土ブロックみたいなのは、当然この土ブロックも10ぐらい与えてきますね。そうか、この入り口でもこれぐらいの差があるのか。でまたさらに奥の方に進んでくると、またちょっと種類の違う敵が出てくるんですよね。でスケルトンフォースは、ちょっとこいつをどれくらい与えるのか、まあ、大体2発か。どっちがどっちだったっけ、こっちかな。まあ多分矢で攻撃されても、まあ、そこまで食らわないでしょう。まあ、とりあえずちょっと進んでみますか。この先の敵にもちょっとどれくらいのダメージを食らったりするのかっていうのを確認したいので、まあ、これですね。あ15か。痛い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 。でさらにまた進んでいくと、またあの同じようなあのボックスはボックスでもちょっと変わった、あれはなんていうんですかね、白色っぽいような、まあなんかボックスみたいなのが出てくるんですよね、敵で。それもまた多分与えるダメージは変わってくると思うんですよね。あ、こいつですね。さて、こいつは？あー、多分、10なのかな？あ、でもこっちからか。ああ、どうやらそうですね。あの、入るだけでリスポーンとして、まあ認識してくれるみたいですね。よしよし、なのであれば、まあこっちはもうリスポーン地点としましょうかね。それの方が結構楽なんでね。で、知力も上げて、さてこれでまあまただいぶ知力が上がるんで、まあ戦いやすくはなるでしょうね。ただやっぱりまあ問題になってくるのはね、 MP ですかね。まあもちろん体力ですかね、体力回復も、まあ気にしないといけないんですけどね、やっぱりちょっと MP の方がね、まあ回復、まあ心当たりですか、真のラストダンジョンの方だと
まあ、チェストですかね、まあ、回収してやればだいぶ、まあ、高い、まあ、回復量を持った、まあ、マジック ボトルですかねとかが手に入ると思うので、ちょっとそうですね、ちょいちょい倒してみますかね。固定の宝箱っていうのは確かフィールドには、ここのフィールドですかね、フィールドにはなかったんですけど、まあもうほぼ敵を倒して、まあ、手に入れるといった感じですかね。当たらない。ああ危ない危ない、危うく倒す前にちょっとくしゃみが。まあここら辺も大体2発ぐらいなのかな。じゃあ1発ですね。まあまあでもまあ一発で倒せるのであればね、だいぶこのマジカルも、うん、最初に比べても全然強くなったなと思いますけどね。うん、うん、まあ倒しやすいですねこっちを。いった、射程距離もあるし、まあ一発で倒せるのであればもう全然、まあ使ってて問題なしですね。あとはもう MP 問題ですね。まあ、多分ここら辺のチェストは一番最高レア度ですかね。多分自分が今まで見た中で11かな、まあ、ヒールボトルとかですかね、いやヒールドリンクとかマジックボトル、まあ、11っていうのが多分一番最高なんじゃないかなと。ただね、なかなか宝箱落としてくれないんですよね。それなのでちょっとこっちの大量出るところに行きましょうかね。まあでもレベル上げするにはね、すごいまあ、経験値もいい経験値持ってるんでね、レベル上げをしやすいんですよねこっちの方が。でまたチェスト集めですかね、まあ、チェスト集めながらレベル上げもしてっていう風な感じで、でまたここら辺の敵フィールドの敵なので時間が経つと復活するんですよね。それなのでダンジョンとかみたいにまたまあ入り直してっていう風な、まあそういう風なことをしなくても、まあ、うん、そうですね、周りをちょっと敵倒して他の敵ですかね、まあ倒して戻ってくるとこういう風にもう復活してたりとかっていう風なの感じなので、まあレベル上げするにはそうですね、もうレベル上げやすいっていう風な感じですかね。でフィールド上でやっぱり一番よく敵が出るのはもうここのもう真のラストダンジョンのに行くまでの、まあ、このフィールドじゃないかなと思うんですよね。他のフィールドではね、ところどころではしますけど、まあ、そこまでなんか、まあ、まとまって、まあ、一気にガッとまあ出たりとかっていうことがねあまりないので、まあそうですね、まあ、ここまで来れたらもうあとはもうレベル上げするのであればもうここで、うん、まあする感じですかね自分は。あやっべ MP がつきた。でもすぐ逃げ帰ると。でまたこのラストダンジョンですかねのコーナーのフィールドのいいところはもう帰る場所がもうこの拠点の中なので、まあすぐ回復ができるんですよね。それなのでまあすぐ回復させてでまた行くということもできますし、でここが復活ですかね、牧師さんが復活すればさっき何ていうんですかね、リスポン地点を、まあ、設定したので、まあお宝ですかね、チェストはまあ持って帰って、まあ、鑑定するなり、まあ、もしくはチェストの中ですかね、ね預けるなりして、でまあ戻る時もまあもちろん歩いて戻ってもいいんですけど、あ10リアード10、あ違うのが手に入ったな、異界の魔石。なのでまあ戻る時ですかね、まあ通常通りも歩いてまあ戻ってもいいですし、まあ他のまあ戻り方としてはですね、ちょっと待ってくださいね、これだけ片付けて、ちょっと魚ですかね、食料買っていきましょうか。でまあレベル上げするのであれば、そうですね、多分レベル上げは必要になると思うので、
エメラルドブロックだけ作っておきますかね。結構大量になってきたんでね。あー、どうしよっかな。これぐらい、作って、32個もいらないから16個でいいや。であとはもうちょっとエメラルドブロックに交換しましょうかね。えらい中途半端になりましたね。でこれで OK と。さてこれでちょっと食料買って、まあ向こうのあの拠点でもね食料が買えればよかったんですけどね。まああちらはどちらかというともう本当にもう、まあ武器とかですかね、防具とかっていう風な感じなので、まあ本当にもうあの一番強い武器ですかねだったり、あと防具であったりっていうのをあの売ってくれる場所なので、ただあのこういうのエメラルドとかではあのちょっと買えないので、まあ鉱石ですかねをまあ採掘して、まあ手に入れるレアなアイテムですかね、それを使ってまあ交換しないといけないというふうな感じなんですよね。さあさあ行きましょうかね。まああのそのまま何て言うんですかね、歩いてまあ戻ってもいいんですけど、まあちょっと長いな、もうちょっと早く帰りたいなっていう時はこちらですね、ここにドバンと潜っていただいて、でまあもうここら辺はもう時間が 5秒ぐらいかな、5秒か10秒かすればすると、はい、こちらに戻ってこれるという感じですね。まあもちろんチェストを持ってないので、まあその前にあのチェストを預けないと、あの持ってたらあの消滅してしまうんでね、まああのチェストを預けて、でそれでここからまた戦いに行くっていう風な感じですかね、っていう風なまあ戻り方もまああのできます。で確かそうですね、ピッケル屋もう休業してたのかな。でもまああのそのドミネーター倒すことによって、まあここの施設ですかね、まあ全部まあ使えるようになりますと。でそうそう、地獄の結晶ですね、ここはもう地獄の結晶ですかね、がもうあの通貨になります。でその地獄の結晶っていうのがもう採掘ですかね、まあ、ピッケルであの鉱石ですかねを採掘しないと、まあ、手に入らないんですよね。まあただまあレア鉱石なので、まあ、なかなかまあ手に入らないんですけどね。ですけどまあ、さっきやったあの A とかですかね、まあ旅の途中で SSS ですかね、自分まだあのそこはあの、今回ですかね、まああの採掘自体はまあやらないので、まあ今まだ取ってないんですけど、まあそういうふうなあのランクで、あとあのお宝鑑定ですかね、まあそれでもまあもちろんあの S とか SSS っていうのが出てくるので、まあそれを使えば結構あの手に入るので、まあそれを使ってまあこの中でまあ最後の最終決戦に向けてですかね、まあもう強いのばっかりなので、まあそこでまあ整えていくっていうふうな感じですかね。まあここら辺とかはもう本当もう最強装備なんでね、もうスタークスとかも764とかもう桁違いですからね。でまあもうこのダイヤモンドアーマーはもう一番強いと。でまあこっちの、まあ、マジック魔法防具ですかね、もう一番まあ5種類とも、まあ前回、まあ前回というか前のスキル縛りの時にはまあこれですかね、魔法防具全部集めてまあ行きましたけど、まあ結構役に立ちますからね。でまあスキルの方ももう最後ですかね、フレームバーストとかエアロストームとか4でスレイヤーの4と、そういったものが手に入るという感じですね。それなのでそうですね、次回、今レベルがいくつくらいかな、64、まあそれなのでそうですね、あの最終ダンジョン行く前の、まあ、敵ですかね、まあ最低でもまあ2発まあいけるのであれば、まあ全ての敵ですかね、まああのフィールド上でっていうことですけど、ダンジョンの中に入ったらまた変わってくるんですけど、まあフィールド上の敵ですかねを、まあ約そうですね2発から1発ぐらい
ですかね。まあもしくはまあ2発だとだったとしても、まあ1発目、まあ最大まあ10メモリあるうちのまあ7メモリぐらいまでですかね、まあぐらいまで減らせるぐらいまではちょっとレベル上げですかねしようかなと。まあそれなんで、まあ戦いながらですかね、その威力をちょっと確認しながら、まあレベル上げっていう風な形になると思うので、まあ一概にちょっとどこまでっていう風なのはちょっと言えないですけど、まあ自分の予想では多分75とか、まあ70からまあ80の間ですかね、それぐらいまでは上げないとまあまあちょっと厳しいのかなと。でまあもちろんね、あのその時手に入れたチェストですかねもまあ集めて、まあ今もマジックボトルが1本もないので、まあそのまあチェストですかね、まあ集めながら、でまあなおかつまあレベル上げをしながら、まあちょっとまあ次回までに準備をしようかなと思います。なのでそうですね、次回はまあラストダンジョンですかね。ラストダンジョン、まあラス、まあ、真のラストダンジョンですかね。まあこの敵もね、ボスも結構あの周りまあいろいろ出てくるので、まあ次回でいけるかどうかわからないですけど、まあ次回もし、まあ挑戦したとしても、まあ、どこまでいけるかとですかね。ちょっとそんなところもちょっと確認したいっていうのもあるので、まあもちろんクリアできればね、まあクリアはあの目標としていきますけど、まあいろんな情報ですかね、まあ敵の情報であったり、まあその時のまあ自分自身のまあ状況ですかねをまあ確認する上で、まあちょっといろいろと、まあやっていこうかなと。まあもちろんあの最終目的はあのクリアですけど、まあまあそれはまああのちょっとまあ次回ですかね、まあやっていきながら、まあちょっといろいろ確認していこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を落とさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。